収まります。スタートしました。15番ドンフランキー好スタートを切りました。まずは1馬身抜けてダートに足を踏み入れました。2番手争い固まっていますが、内からは4番のドゥラエレーで、そして14番のウィルソンテソーロ、すっと2番手の外を確保。インコースに1番イグナイター、間から9番のペプチドナイルと2番手集団4頭が固まっています。2馬身後ろ2番のシャンパンカラー出は良くなかったんですが、5番手のインに入っています。外には5番のオメガギネスがいて、あとは7番のガイアフォース、中段少し離れて12番スピーディキックと3番ミクファイア並んでいます。スタートからの600は33秒9です。その後ろに6番の空手がいて、10番のタガノビューティー、11番のキングズソード、あとはばらけました。8番石風離れて後ろから3投目、16番アルファマム、13番レッドルゼルです。3、4コーナーの中間から4コーナーへと向かっていきます。15番ドンフランキーリード、体半分から4分の3馬身のリード。14番ウィルソンテソーロ、ペプシドナイルがその外、内に1番イグナイター、間に4番のドラエレーで、その外にオメガギネス。4コーナーカーブ直線コースに向かいました。やや内を開けてドンフランキー先頭、1馬身のリード、追って14番ウィルソンテソーロ、空いた内、1番のイグナイターが突っ込んでいく、外から9番のペプシドナイル、横に広がっていますが粘るドンフランキーを、ウィルソンテソーロ、ペプシドナイル、そしてイグナイターが捕まえに行く、間から9番ペプシドナイル先頭に変わった、体半分1馬身リードを取る。タガノビューティがもう2番手争いに追ってきて、7番のガイアフォースと8番の石油、内手はドンフランキー、イグナイター粘っていますが、先頭は9番のペプチドナイル、追ってタガノビューティ、石油、さらにはガイアフォース、先頭は9番のペプチドナイルだ、ゴールイン。2着争い3頭、7番ガイアフォース、8番石油、10番タガノビューティ、最後の最後このうち11番キングズソード、差がなく差を詰めています。勝ったのは9番ペプチドナイル、藤岡佑介。